丹波山村にお邪魔しています。今回のいちおし山梨はここ丹波山村で空き家問題に取り組む活動をご紹介します。丹波山村にある唯一の不動産会社梅鉢不動産。人口530人ほどのこの村で空き家問題の解消を目指し活動を行っています。どうして丹波山村で事業を始めたんですか？大学の時に取った授業がきっかけでして、はい、まあ、地方創生の授業でその地域にある課題を見つけて、その課題を解決する商品やサービスを作ろうっていう、そこで丹波山村クラスを取ったのがきっかけといいますか。大学を卒業して不動産会社を、もともとビジネスとか商売に興味はあったんですけど、はい、大学の講義は全てオンラインになってしまって、はい、ちょっと丹波山村に長く住んでみようっていうことで家を貸してもらって、いろんな村内の事業者さんの手伝いに行かせていただいて、その時に気づいた問題が空き家だったなっていう、そこから不動産屋っていう感じを選ばさせていただきましたね。起業後、梅原さんはおよそ200件ある空き家を全て調査しデータを作成。空き家の活用による移住者の増加を目指しています。空き家のこちらですか？はい、あります。へー、ほう、本当綺麗ですね。あら、ジャガイモがたくさん。そうですね。どこで買ったの？あ、おばあちゃん。もらいます、後で。はい。すいません。あ、おばあちゃんが。だけどね、崩れて取れないの。あ、じゃあいいですよ、いいですよ、全然。後でもらいます、もらいます。お隣のおばあちゃんが。そうですね、はい、あそこのおばあちゃんが管理してる。管理してるんですね。はい。家具とかも残ってるんですね。もうそのまま昨日まで住んでたような形が多い、まあ、実情このような感じなので、所有者様にこういった面でお金は結構かかるんですよっていうところをご説明させていただいたりだとか、まあ、そういった課題もあるということなんですね。村役場も一体となって空き家対策に取り組んでいます。ここ最近本当に空き家 の, まあ利用者購入者の問い合わせがあります。今梅原くんの活動資金ということでクラウドファンディングを募集しているところです。今後はどんな展開を考えていますか？はい、今後は、ここの丹波山村で実績を残して他の町自治体さんのお手伝いが少しでもできたらいいかなというふうには考えています。この村の取り組みがこれからのトレンドの最先端を行くモデルケースに。これからの活躍が楽しみです。